것이더니! 方向からの援軍に。
敵からの攻撃を防がねばなりませんな。私は北の援軍を迎撃しよう。軍長は西の援軍を。翼徳は投石機を頼む。投石機なんだ使わせねえぜ。出来上がる前にぶっ潰してやら。そういやはしごをかけられる場所があったな。 あそこから近道できそうだぜ。なんだ貴様は。何をしに来た。伝令、張飛がこちらに近づいている模様。 まずいな。お前ら急いで完成させろ。ここに獲物がいるってのは分かってたぜ。 頼むわ。敵将討ち取ったぜ。奴らのたくらみは潰せたみてえだな。俺様にかかればこのくらい朝飯前よ。伝令です。関羽様が西からの曹操軍を撃退しました。 一旦撤退せよ。とのこと。閣下殿のこと、何か妙案がおありのはず。ではここは一時撤退しましょう。伝令、曹操軍の指揮官 角が到来した模様。あ、ここで引くんだ。腑に落ちねえな。奴らが逃げ切る前に倒しとくか。敵は思いのほか前線している。さてここから形勢逆転といこうか。まずは城と邪魔な装置 両方燃やせ。かけるたい。よろしく頼むよ。敵は二手に分かれ、何か始めるようだ。兄者はよっぽくとともに西の太陽を頼みます。軍長は北の方に向かうだな。分かった。お互い気をつけて当たろう。行くぞ。 目障りな敵の陣地を叩く。策を練り直した。
害するな。余ったゆえくれてやるだけよ。伝令、魚州大将に家計部隊が侵入。今すでに火が回っています。あとは遊具軍にとどめを刺すため、やっとオイラが出るんだぜ。やばるぞ。装置付近に到達。装置に火をかけた模様です。ち、間に合わなかったか。くそ、勘違いするな。余ったゆえくれてやるだけよ。この場から引いてはならん。敵を打ち果たし己の勢をつかめ。するな。余ったゆえくれてやるだけよ。大丈夫ですか。これを使ってください。ご無理をなさるな。これを使われよ。Thank you.
見てやがるよ。おめえの面絶対忘れねえからな。もバカにはできないということかな。助手を守ったとはいえ被害も甚大だ。早く復旧し民の平穏を取り戻さねば。